なんか植物が売ってる花屋さん、すごい、あ、ゲイトーケイトー、いや、すげえ、ネモフィラ、うわ、色がネモフィラだね、ハニードーナツ、ネモフィラだよ。ここは何？ステージ？でかいね。わあ、でか。ここ広いかんね。ね、あ、コキア見頃後半、コスモス見頃だって。ね、あ、あそこのトイレのが綺麗そうだよ。もういいよ、行っちゃったんだから。臨時券売所。おお。ここで買った方が早そうだね。うん。うん。入園料大人700円、シルバー65歳以上460円。自己申告だって。そうなの。すればよかった。シルバーですって。自己申告って書いてあった。ああ。じゃあ証明書見せなくてもいいんだ。こう見えても65以上なんですけどってどうだろうね、通用するのかな。普通に無理だよね。あ、すごい。あ、でもこれあれだね、時期ごとにいろいろあるね。この下の左のやつなんだろう、コキアじゃないの、緑色のコキア取った、ね、はい、では行きましょう。あ、蜂、蜂、もう何、蜂じゃない、はい、はい、いってらっしゃいませ。はい、おガイドマップいただいたかん、ガイドマップ、ガイドマップ、あ、ガイドマップないと迷子になっちゃう、ね、何が起きたの、あ、なんか具合悪い人がいたのかな、よいしょ、ありがとう。あー、なんか美味しそうなのがいっぱいね、フランクフルトとか肉巻きおにぎり、コキア、コキア左、左方向、あっちか、シーサイドトレイン9は移動しています。お、直行便行き
現金300円、周遊便600円、1日乗り降り自由。へえ、そうなんだ。600円で乗り降り自由か。600円、ね、ああ、さあ、あの屋根は何だろう。なんかステージになってんのか。なんかイベントやるときにこう使うんだね。へえ、なるほど。わ、もう今12時か。12時だ。ちょうどお昼。ね、プレミアムフランク、ソーセージ職人によるこだわりの製法だって。お、コキアじゃん。コキア、あ、もう真っ赤になってちょっと色が茶色くなり始めてんだね。で、これコスモスか。うん、レモンスカッチ。肉巻きおにぎり食べたことない。わ、レモンブラン。へえ、笠間さん和栗モンブラン専門店だって。へえ、ああ、絶品しらす丼。絶品しらす丼だって。はあ、ね、うん、しらす丼、たこ焼きもあるよ。たこ焼きもあるよ。あれは鉄板焼きナポリタンだって。へえ、ちょうどお昼だからね。あ、本マグロとカキ。おお、蒸しガキ。へえ、ホットドッグ、ドーナツ。みんな向こう並んでるけどこっち全然だね。なんで？マグロとか食べたくない。そうなの。焼き芋です。焼き芋、茨城干し芋日本一。で、丸ごとコキアソフト。コキア？え？あ、本当だ。へえ。なんかコキアに見せて作ったやつか。ね。干し芋。うん。干し芋が有名なんだって。団子、コキア団子があるよ。人赤いんだね。赤い団子。コキアオイリ、コキア豆モコタ。なんだな、名前が。コキアソフトクリームクッキー。まあ何でもコキアってつければいいんだよね。なるほど。そうだね。ネモフィラ、ネモフィラ。そうだね。西口サイクルセンターだって。あ、すごいね。そっか、自転車で移動するのか、広いから。ね。うん、おお、なるほどね。サバ寿司だって。コキア豆の、うん、さっきの、さっきのとは違うんだ。なんかネモフィラがやっぱ綺麗だね。ネモフィラブルーレモネードね。
観光情報コーナー。あ、このトイレ中にいっぱいあんだよ、トイレねえ、観光パンフレットだってもらっとこ。 ありがとうございます。いや、コトリップまあ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 、あ、なんかほらちょっと写真いいんじゃないの、あれね。あ、これ無料で撮ってもらってで写真を買う。プロが撮ってくれるんだからね、すごいね。見て、猫、猫、猫珍しいよね、猫。うん、このトイレは綺麗そうだね。入り口のトイレは臭くて汚いね、で和式。まあでも和式を好む人もいるかもね。あのこう直接座りたくないっていう人も、ね、この花は何だろうね。結構さっきから咲いてるけどね。お、見えてきたよ、うん、あの手前のはコスモスかね。そうだよ。で、奥のが コキア。あー、でもちょっともう茶色がかってるね。うん、あれでもさっきの道行ったらどこに出るんだろう。違うところに着いちゃうのかな。そうかもね。ね、あーすごい。ちょっと写真を撮っておこう。そば、暑くなってきたね。なんだこれ。あ、なんかいる。芋虫だ。芋虫。へえ。芋虫か。なんかモデルさんなのかな。いや、綺麗だね、コスモス。わあ、すごい、すごいな。ね。ん？やつ？そんなのちょっと。こっちはみんな人気だけどさ、そばは人気ないね。コスモスは綺麗。ね。でもそんな混んでないな。あ、明日の方が混むのかね。明日の方が混む。あ、そうなんだ。可以移动没了。啊，ここから一方通行だね。きっと。ね。
かったな今の何もしてない。いやーすごいな、綺麗綺麗綺麗。背の低い位置から見るのとさ、うん、こう上から見るのと全然違うもんね、見え方が。ねえ、やっぱ高い位置から撮った方がいいね。あ、上から見下ろすのもいいね。おーすげえ、おーコキア、あ、綺麗だね、うん、なんかふわっとしたなんか柔らかい感じの色だよね。あ、これあれだ、全部枝まで赤くなるんだね。ね、うん、これだとほら、うん、へえ、お、ね、あの辺とか綺麗に並んでていいね。ここからの眺めもいいね。うん。嵐の丘だって、ガチでごめんなさい。うん、コキア、ヒユカ、ホウキグサって読む。へえ。夏のコキア、これってさ、ネモフィラの時って植え替えんの？あ、あそこにもなんかいっぱい売ってる。いや、ちょっとなんかさ、あの辺ぼやけて見えるんだけど、メガネかけてないから。そんなことない。え、メガネかけたらもうちょっとくっきり見えるよね。あ、この辺色すごい綺麗だよ、ほら、うん、ちょうどいいじゃない、ね、うん、あすごいね。あ、本当だ、かわいい。すごい、モデル犬だね。うん。いや、すごい。やっぱあれだね、目悪い人が見るとぼやけて見える。あの辺が。ね。あの目の錯覚でそう見えるんだろうね。ちょっと上行った方が綺麗。ね。うん。
もう結構上がってきたね。おい、おお。あ、そこが一番上なんだ。いや、そんなことない、まだ向こうがあるよ。おお、海だ。海が見えるんだね。ああ、すごいね。はい、日本地図なんだろうね。排泄物の処理は各自で行い、他のお客様の目的にならないようお願いいたします。 May we have your attention please? This announcement is for people riding bicycles. Bicycles are only allowed on the cycling course. Do not enter the pedestrian lane or surface street. Be careful not to cycle too fast and make sure to lock the bicycles when you leave. This is an announcement for people with pets.なんだあれは、なんか門みたいのがあった。わあ、こっから見るのも綺麗だな。持っちゃいけないけど、なんかさ、猫の尻尾みたいなの触りたい。あそこは頂上か。確かに。すごい、こんな綺麗な色をつけたね。わあ、あれすごい綺麗。だいぶ上がったね。これは何だったんだろう。なんか金みたいのがあったのかな。ねえ、そんな感じだよね。ああ。ね、これは金の跡だ。ね。金の跡。うん。いやー、なんかほんとぼやけて見えるね。すごいなんかピンボケしてるような感じで見えるんだよ、あの辺が。近くはすごいよく見えるんだけど、奥の方行くとさ、もうピンボケしてて、ピンボケしてる感じに見える、どうしても。なんかすごい不思議。ああ、みんなこっから写真撮ってるよ、ほら。ねえ。ああ、こっから撮るのいいかもしれないね。観覧車も入れて。3のサイズで写真撮ってるから、ね、16対9じゃないんだ。はい、へえ。いやでもこれ風なかったら暑いね。風あるからまだいいけどね。
すごい。もうここは一番上だね。うん、お、あっちはススキ、ススキ、鈴木さんです。あ、すごいね。 C、 あ、Cサイドトレイン、そういうことかね。海がそこにあるから、だからシーサイドトレインって言うんだ。あうん、あーすごい、上から見下ろすのもいいね。どっちを投げたんちゃう、綺麗だな。気持ちいいな、風が。結構これ背高いんだね。ねえ、すごい。お、ここからもいいね。きれいきれい。こっちも濃い色だね。スズメね、さ、クマよりスズメのがすごいから。そう。クマよりスズメの方が強いというハチね。じゃあいないだろうね。うん、ないと思う。ね。まあ、それだったら駆除しないと危ないもんね。